旧国戦線による政権樹立を発表するイリエスクイオンイリエスクはルーマニアの政治家、大統領、上院議員、青少年関係問題省、旧国戦線評議会議長、社会民主党議長を歴任。政府中枢からの旧共産党員排除の不徹底やルーマニア革命での銃撃戦の真相究明を求める国民運動への弾圧、経済政策の失敗などで、 非共産党系のヤミル・コンスタンティネスク、政権誕生を招いた。カララ市県オルテニツァ出身。ブカレスト工科大学を経て、モスクワ大学エネルギー研究所に留学する。1944年、共産主義青年連盟。1953年に、ルーマニア共産党に入党。1956年に、青年連盟中央委員会初期。1965年に、 当中央政治局、1967年に、青少年関係問題省と順調に出世し、ニコラエ・チャウシェスクの後継者と目されるようになる。イリエスクの存在を脅威に感じたチャウシェスクにより、1971年に、ティミシュ県の副市長、1974年から、ヤシ県の市長に任命され、国政から排除される。1984年、 中央政治局員を外され、エディトラテニサ出版社に勤務する。その頃、秘密警察セクリタテアの備行対象者として監視されていた。1989年、ルーマニア革命により、共産党政権が崩壊し、政権を掌握した、旧国戦線の評議会議長に就任、暫定的に国家元首になる。1990年1月、 旧国戦線を政党に移行するため、暫定国家統一評議会を設立、議長に就任し正式に国家元首になる。2月、正式政府の発足に伴い旧国戦線を政党へ衣替えする。再び議長に就任。5月、ルーマニア発の複数政党制、秘密選挙による自由選挙で85.1%を獲得、大統領に当選。 1991年、旧国戦線から脱退、民主旧国戦線を結成し当主に就任。1992年10月、大統領選挙で47.3%を獲得し再選。1993年7月、民主旧国戦線から社会民主主義党に解消、当主に就任。1996年11月、大統領選挙で、 中道右派のエミル・コンスタンティネスクに敗れる。2000年11月、大統領選挙で中道右派の候補を抑え復帰。2004年12月、任期満了に伴い大統領職を退任。チャウシェスク政権崩壊から、旧国戦線による政権掌握に至るまでの経緯の中には、不明な点も多く、司法当局に真相解明を求める市民団体の声は絶えなかった。 特に1989年12月22日に、チャウシェスクが共産党本部から脱出した後に、銃撃戦が発生した理由は、革命最大の謎とされているが、イリエスクの側近だった、元軍検事長や、革命後のイリエスク政権で、国防省を務めたビクトル・スタンクレスク将軍が、旧国戦線側によるデッチ上げで引き起こされたものだったと証言しており、旧国戦線が、 反政府デモに乗じて革命の乗っ取りを狙ったとされる疑惑が事実だった可能性さえ浮上している。2018年12月、検察当局は革命の最中にテレビや記者発表を通じデマを広め混乱を生じさせた結果、800人以上の死亡者を出した責任があるとして人道に対する罪でイリエスクを起訴したと発表した。しかしすでに死亡した関係者も 多いことから、後半での立証は、困難を極めるとされているほか、イディエスクが圧力をかける懸念さえあると言われている。1951年に、ニーナ・シュルバネスクと結婚。ルーマニア語、英語、ロシア語を話す。ありがとうございます。